はい、皆さんおはようございます。今日は10月、20日木曜日、時刻は10時12分、気温は、17度でした。天気はご覧のようによく晴れてます。昨日取った芋を、このようにちょっと、天日干ししておきます。で、これから、昨日買った雑草とかを焼却していきたいなと思います。それから畝の整理とかできたらしていきたいなと思っています。8月気になりますね。気温15度を下がると活動は終わると聞いてますけど、そういう意味では早く寒くなってほしいと思います。こっちには黒豆が生えていますので、ちょっと離れたところこっちの方で、燃やしていきたいと思います。ちょっと核になる燃えるもんがないので、そして草もカラカラに乾燥はしてませんから若干不安あるんですけど、もしダメならちょっと石油をかけます。ある程度勢いが出てきたらいいんですけどね、完全に温まって燃えるまでは苦労します。
はい、濡らしてきました。でこれをアルミホイルで、アルミホイルで巻いて、ちょっとアルミホイル切っちゃうな。どうしようかな、こうしようか、こうして、よいしょ、まあ、こんな感じで、あの、焼き芋、熱々熱々熱々、焼き芋取ってきました。どうでしょうか、熱、素手では熱い、素手では熱い、熱い熱い熱い、綺麗なグテグテ、こよいしょ、焼き芋、何時今、1時34分出てるかな、新聞がまだちょっと湿ってますね。でもこんだけ熱かったらいけてると思う。匂いはしてます、いい匂い。お、中の新聞乾いてる。はい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 、はい、よいしょ、お、いけてる感じ、割ります。お、おいしそう。お、うまい、うん、めっちゃうまい。うん、十分です、十分というかもう完璧です。うんうんうん、これがお昼ご飯。全部で4本やりましたから、今日の晩ご飯と明日また食べれますね。いつも一日の予定立ててるんですけど、立てた2割か3割しか行きませんね。今日も草焼いて、駆動石灰巻いて、それから牛糞巻いて、鶏糞巻いて、化成肥料巻いて、まあ、ちょっと本当は時間差を置いてやらないといけないのですけど、でちょっと攪拌して、うね立てて、マルチ張って、ニンニク植えるまでいけたらいいなと思ったんですけど、絶対無理ですね。なんかブーンって音がしてます。早いかな、部分の音がちっちゃい、鉢はもっと大きい、鉢や部は大きい。今日あったかい、何時や、何時や、25度。おいしいわ。
安心ですね。自分で作ったやつやから。あー、なんかな、あれ。ちっちゃいミツバチみたいなんですね。ハイじゃないな。ブーンって音がするときはいいんですけどね、飛んでるから。それが耳のそばで止まったあたりはもう肩かとか背中かプチッときますから、ブーンって音がしてて、それが止まったときはちょっと要注意。よそへ行ったか、体に止まって刺すか。もうちょっと死の森をして、今日はもうそれで終わりですね。もうこれ完璧ですから、あとの今も出しておきます。でもめちゃめちゃ簡単ですね、これ。でも今日一つ、分かりましたけど、濡れた新聞紙で芋をくるんで、その上にアルミ箔をまたくるむとなってますけど、濡れた新聞紙で巻くときは破れやすいんで、普通の新聞紙で、乾いた新聞紙でくるんでから、後から上から水かけた方が作業としては楽ですね。それ気づきました。この下の方落ちですね、なんかね。ごちそうさまでした。燃え出すとじわじわ燃えていきますね。もう火が回っていってるみたいですね、中の方で。枯れ草の方はもう多分まあ時間かけても燃えるでしょうけど、こっちの昨日取った生のさつまいものつるの方、昨日買ったさつまいものつるの方はどうなるか分かりませんけど、これだけ残ったらもう土に埋めます。もうそれの方が逆にいいぐらいです。枯れ草はね、もうどうしても燃えてほしかったですけどね。トラクターでも管理機でも、もう歯に絡みついてね、取るのが厄介ですから。うん、まあまあ予定通り進んでます。まあ予定通りというかあれですけど、時間は3時35分になりました。芋のつる以外はだいたい燃えてきましたね。もうこれ待ってても仕方ないので、これで本日の作業終了とします。こっちもちょっと枯れ草燃やしました。じゃあビール飲みに行こうかな。